今回は日本の呪術の3回目で、阿鼻射法、金剛夜叉妙王法、金剛童子法、この3つを行います。実際に行う前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それと、この動画の使い方の説明もします。この動画を一度でも再生したスマホを持っていれば、必要な時に必要な呪法が自動的に作動します。スマホの電源はオフで全然構いません。それから、この呪法を作動させると思っても OK です。この効果、例えば長伏を作動させると思っても OK です。そうすると発動します。この際もスマホは電源オフで構いません。そして1回目、2回目の動画に関してもこれと同じ使い方で全然 OK です。それでは阿鼻射法です。阿鼻射法は全ての悪、食影、我欲を消し去ります。食影というのは死などの汚れのことです。そして吉凶家福や善悪を占います。これは今から行おうと思っていることがいいことなのか悪いことなのか、吉なのか凶なのかというふうに問えばその答えが自然に湧いてくるようになっています。ご本尊は金剛夜叉妙王です。金剛夜叉妙王の武器は弓、剣、法輪ですので、同じ五大妙王である不動妙王と同じぶった切り系の神様ということです。それでは阿鼻射法のエネルギーを送ります。
終わりました。次は金剛夜叉妙王法です。これは息災、つまり健康であること、仏の力で災難を防ぎ止めること、調伏、悪魔や怨敵を下すこと、それからさらに傲慢横暴な人間を根元根本から改心させることもできます。また相手の愛を得る、そういうこともできますし、食中毒を防ぐ、こういうこともできます。そしてこれはここ一番の時に使うとっておきの呪法で、乱れに使ってはいけないとなっています。それでは金剛夜叉妙王法のエネルギーを送ります。終わりました。乱れに使ってはいけないというのを含めて自動的に作動しますので、皆さんはそれを気にする必要は一切ありません。次は金剛童子法です。これは調伏、そして除病、除病というのは病気の予防と治療ですね。そしてさらに安産という効果があります。ご本尊は金剛童子です。それでは金剛童子法のエネルギーを送ります。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。